フェニックス大手は、新潟県長岡市大手2にある再開発地区である。901000デパート跡地を建設地として事業が行われた、大手通中央西地区第一所市街地、再開発事業によって建設された、フェニックス大手ウエースト一棟と、旧一村と、旧第四銀行長岡支店跡地を建設地として事業が行われた、大手通中央東地区第一所市街地。 再開発事業によって建設されたフェニックス大手イースとフェニックス大手セントラルレジデンス相性なしの業務棟の3棟の計4棟によって構成されている。このうちウエストは地上18階、高さ63メートルで長岡市内の建造物では最も高い。業務棟の全フロアは新潟県の地方銀行である第4北越銀行が 長岡市周辺の地域拠点として、旧長岡支店に代わって開設した長岡営業部が入居しているほか、2階には、同社グループの第四北越証券の支店が置かれている。その他三棟の低層階は、地元地権者などが経営する店舗を主なトナントとした商業フロアとなっており、各店舗は特に設けておらず、テナント向けの業務フロアもごく少ない。 なお、第4北越銀行長岡営業部は合併に伴う店舗再編により移転対象店舗となり、2021年7月16日の営業終了をもって閉鎖、退去し、2021年7月19日に第4北越銀行長岡本店営業部に移転する。ウエストとセントラルレジデンスの高層階はマンションとなっている。 ウエストはアーバンプレイス長岡の名称で62個を要し、新潟市中央区に本社を置く、不動産業、日清不動産が分譲を行っている。セントラルレジデンスは同名称で14個を要し、分譲、賃貸を行っている。各党には長岡市役所の本庁機能や公共施設が置かれており、イーストには長岡市役所を手通庁者のほか、 生涯学習を主体とした、地域交流センター、町中キャンパス長岡、新潟県中越地震の資料等を集積した、災害や防災に関する啓発施設、長岡震災アーカイブセンター記憶未来などが、ウエストには絵本など幼児向けの図書を主体に約1万冊の、増を要する図書館、町中絵本館が所在する。大手通庁舎には、 本庁機能のうち、主に商業、観光に関する部署が置かれている。長岡市では2004年の新潟県中越地震以降、市役所の本庁機能を中心市街地へ再集積させ、空洞化が急速に進捗する、中心市街地の活性化を目指しており、長岡駅、大手口近くに2012年4月1日オープンした、長岡市シティホールプラザーオーレ長岡の建設事業と、合わせ、 その一環としてイースト内に大手通帳車が設けられた。フェニックス大手イーストスクエアはイーストと業務棟の間に設けられた階段状のオープンスペース。中央部の客席部分の両サイドには階段とエスカレーターが設置され、普段は上層フロアへのエントランスを兼ねている。観客席の側面に設置された照明は天井の照明と連動して、 色の調整が可能で、カラフルな照明の演出が可能である。このイーストスクエアは、長岡市が所有し、フェニックス大手イースト管理組合が運営管理を行っており、スペースを占有して使用する場合、各テナントの運営や、住民の環境に支障がないサイズであれば、営利、非営利を問わず優勝で利用できる。なお、長岡駅、東口側、国道17号、 長岡東バイパスの中沢インターチェンジ周辺で2005年から商業エリアアクロスプラザ長岡を中心に宅地等の整備が進められている長岡駅等土地区が整理事業の愛称は長岡イーストスクエアだが当施設とは直接の関係はない。ありがとうございます。